おはようございまちょ。フォルトです。こんにちは、しおたんです。今日は、しおたん先生を招いて、歌のレッスンを教えていただきたいなと思いまちょ。先生、お久しぶりです。お久しぶりです。一週間ぶりですね。ああ、それぐらいか。そうですね。あの先生の歌のレッスンかなり好評で、ありがとうございます。やっぱさすが芸大、そしてさすがプロだという形で、いやいや、皆さんのコメント欄も湧いておりましたよね。てなわけで、やっぱりしおたんからわざわざ LINE をいただいたんですけど、フォルテ君発声がまだまだだと。うん、まあそうですね。だから次やるときは発声の基礎編を教えていただくっていう約束をしてて、うん、今日はその発声をメインでやっていきたいなと思いました。それでは先生。そうですね、なんか前回ちょっと歌聞かせてもらったんですけど、はい、やっぱちょっと力が入ってるなと思って、はい、そこの力を抜いていきたいなと思います。はい、まあまず歌う、はい、あ、これここに触れなくていいの、ああ触れなくていいです。あのですね、はい、まあ、まあ歌う姿勢としては、はい、まあ胸をちょっと張ってください。胸を張って、胸を張って、で、あの重心は、はい、自分の利き足、はい、僕は左が利き足だそうです、柔道やってる時に。なるほど、肩幅とか言うんですけど、はい、まあ、肩幅よりかは前にもあの声を持っていきたいので、あの、はい、片足をちょっと出す感じでやってみてください。あのこんな感じって言っても伝わんないよね。あくまで私のこの僕の洗濯物の山を気にしないでください。私の場合はこんな感じで、あの、はい、歌ってます。なるほど、前にこう行くように。はい、いいのかどうかあれだけ、僕も前に行くようにこんな感じ、ね、もうちょっとあの寄せてください。はい、で背筋伸ばして、はい、こんな感じで足は、うん、で胸を張って、はい、でもう肩から下はもうリラックス、はい、息抜いてください。ブランブランって感じで、はい、でこんな感じでね、はい、体勢はイメージはこんな感じです。はい、そしてですね、よくあの声楽の先生で、はい、あの腹筋をしちゃいけないっていう先生が、しちゃいけない先生と、うん、してしなさいっていう先生がいるんですけど、腹筋をしなさいって先生としたらいけないって先生、そう、はい、そう、私の高校の時の先生は、はい、程よくしなさいの人、程よく、そう、なんか鍛えると体が固まるっていう、はい、そういうちょっとそこら辺はなんか詳しくは、うん、あの筋肉に詳しくないのでそこら辺はちょっとよくわかんないんですけど、はい、なんかそういうことがありまして、はい、あのフォルテ君マッチョなんでね、はい、もう硬直してますよね、硬直、まあ、でもしないから筋肉だとは思うんですけど、はい、ちょっとあの力をすごく抜く感じで楽にして歌ってほしいんですよ、はい、で目胸を張ったまま、そう胸張って、でも重心が一本こうなってるように立ってほしいんですよ、はい、そうですね、そんなイメージで横だとこうです、うん、大丈夫ですかね、うん、まあいい感じですね、はい、このまま前向きます、そうそうそう、はい、でね、はい、なんだろう、よく胸から声出すイメージみたいな、はい、男性は、女性はまた違うところなんだけど、まあ、基礎は一緒なんで、はい、こんな感じでやっていきます、はい、とりあえずあの息吐いて吸っての練習をしましょう、腹式呼吸ってやつ、そうそうそう、あ、僕めっちゃ苦手なんですよ、じゃあ、まあ、はい、じゃあやっていきましょう、じゃあ胸張ったまま、うん、さっきの姿勢のままで、そう、さっきの姿勢のままで、はい、とりあえずどうしようかな、4拍吸って8拍吐くっていうのをちょっとやってみてください、はい、吸うときは、あ、吸うときはあの、はい、鼻からも口からも利用して肺いっぱいに、はい、となんか広げていく感じ、広げていくイメージでちょっと吸ってみてください、はい、で8拍でちゃんと吐き切って吐いてみてみましょう、はい、いきます、123456789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 1234567
ところで、あの息の吐くあの量はあのコントロールしながら吐き切ってください。吐き切って8拍目でもう吐き切る。うん、もうコントロールしながら同じ息の流れで、同じ息の流れで、それをそこういう練習をするとちゃんと慣れてきます。はい、腹式呼吸です。はい、もう一回やってみます。いきます。1、2、3、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、まあなんかもうちょっとあのなんだろう、広い空間をイメージして、はい、広い空間、もう大好きな匂いをもうバーって自分の中に集める感じのイメージかな。わ、はい、かりました。うんうん、だからまあ、それのトレーニング法ってありますか？このトレーニング法、これのトレーニング法、まあ、たあのとりあえず それをやる、はい、やるっていうのと、ちょっと先生 の、 あの正解例を見せてもらって。いや、正解例とかちょっとただ先生のどんな感じで吸って吐くのかできるかな。1、2、3、4。すごい。スーって言って入ってもらう。スーって言って入っていいんですか？うん、もう一回やってみます。いきます。3、はい、1、2、3、4、1、2、3、5、6、7、8、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8。あの吸うときにちょっと胸上がんない方がいいかもしれない。はい、なんかどっちかというとお腹をでなんか広く取るようなイメージですね。はいはい、僕行きます。3、はい、1、2、3、4。全然吸えなかった。力が入ってる。全然吸えなかったです、お腹にしたら。どうだよね、なんかもう鼻息吸ったらもう腹が膨らむんだと思っちゃえば。ああ、わかりました。うん、で、ここはステージは触りますね。はい、あの、肩の力で。いや。ああ、もうファン怒らせる。大丈夫です、大丈夫です。僕のファンはそういう感じじゃないので。よし。よかったです。はい、吸うとき、ここ。うん、なんかガチガチにならないようにこう、はい、常に。もう明日はもうどんな体勢でも、はい、同じようにここら辺が できてればもう、はい、息吸えるみたいな感じでやってください。はい、じゃあさっき言ったことを意識してこう、はい、お腹を広くこうなるように息を吸って、はい、スーッと言いながら、はい、8拍吐き切る。わかりました。やってください。3、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8。よし、 OK。 久しぶりにすごくこれに声が乗っかるって感じです。そうそうそう、なんかこう空気のこう出してるイメージにこれを声をポンポンって乗せていく、飛ばすみたいな感じです。はい、はい、そうですね、こんな感じで、あの、はい、腹式呼吸が、腹式呼吸のイメージを掴んでもらえたかと思います。わかりました、先生。次はですね、次は、まあ、あの発声練習に入っていくんですけど、ついに声を出してもいいんですか？ついに声を出しましょう。あ、やったやったじゃあ、まあ、そうですね、次回は発声練習、ハミングとかでこう、なんだろう、音の流れ、空気に乗るイメージを掴んでもらいます。どんな感じか、ちょっと軽く触りだけでも。そうですね、ハミングって結構声楽にとって、うん、あの大事な基礎のテクニックなので、そこで響きをイメージして歌に乗せるっていうハミング大事な感じなので、あのハミングは結構大事です。はい、だからちょっとあのハミングをやってみます。わかりました。こんな練習を次回はしていこうと思います。ふ、うん、の時は口で口をあのふんは言わずに、うん、そうです。こんな感じですか？うん、これを次回。
そうですね、ちょっと前かがみになってるんで、はい、姿勢をね。これを次回ちょっと詳しく次回やっていきましょう。わかりました先生、ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。塩田の方の先生もちゃんとしっかりチャンネルをやってるので、皆さんぜひぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。それではグッバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて、なお